毎年開催される夫主催のバーベキューイベント。たくさんの来客の中で私一人が駆け回っている。肉がないぞ！ユージは大声で私を呼びつけ、肉を運ばせたかと思えば。ビールがないぞ！今度は飲み物を要求する。ユージは私一人をこき使い威張るだけ。挙句の果てには、今年は150人呼ぶ、と言い出した。さすがに私一人では限界がある。ユージは一体私のことを何だと思っているのだろうか。私はたまらずユージに訴えたのだが。あのな、勘違いしてんじゃねえぞ。お前なんか少しもすごくないし偉くもないからな。ちょっとばかし俺の手伝いしたくらいで調子に乗るなよ。嫁なんだから当たり前だろ。何感謝されたがってんだよ。ふざけてんのか。ユージの言葉に私は愕然とした。結婚して10年経った今になって、初めてユージの自分に対する気持ちを知った。そんな風に思われて、このイベントに尽くす意味はあるのだろうか。何が周りの人への感謝だ。その言葉の意味を分かっているの？日本語がわからないなら、私が教えてやろうじゃないか。この瞬間、私は絶対にユージを許さないと心に決めた。私の名前は香取明美、42歳の主婦だ。10年前に結婚した夫のユージと二人暮らしで、子供はいない。私が友人の経営する飲み屋を手伝っていた時に、客としてやってきたのがユージだ。当時ユージはそれまで勤めていた会社を辞めて起業したばかりだった。そんな彼のキラキラとした目でこれからの夢を語る姿がとても印象的だったのを覚えている。ユージも私の働きっぷりを気に入ってくれたようで、その後交際に発展し、結婚に至るまでそう時間はかからなかった。結婚当時はユージも起業したばかりということもあり、私はユージを支えるべく献身的に尽くしてきた。結婚して数年経った頃から、ユージの会社は軌道に乗り始めた。10年経った今では、数十人の従業員を従えるまでに成長した。そして会社の成長に伴い、ユージは毎年梅雨明けの季節に、会社の従業員や自分の友人を招待したバーベキューイベントを開くようになった。最初は数人で行っていたイベントも、年を重ねるごとに規模が大きくなり、昨年は30人を超える来客があった。もう家の庭では手狭になったため、広めの施設を借りなくてはいけなくなってきたほどだ。ユージの会社のモットーは、周りの人への感謝らしい。その感謝の意を表すために、このバーベキューもすべて我が家の持ち出しで行っていた。正確には、すべて私のお金と労力で賄っていた。その他にも、私がこのバーベキューイベントで納得できない点がある。それは、こんなにもたくさんユージがお世話になっている人たちが集まるにもかかわらず、一度も妻だと紹介されていないことだ。ユージはまるで当然のように。お前から必要以上に客に話しかけたり絶対にするなよ。妻だとか名乗ったら承知しないからな。などと釘を刺してくる。なぜかとも聞けず不審な思いを抱えながらも、私はユージの言いつけを守る。バーベキューが行われると、ユージはお酒を飲み、大きな声で笑い、来客にいい顔をするだけで、裏の仕事は一切手伝わないどころか、私を顎で使う。肉がないぞ！ユージは大声で私を呼びつけ、肉を運ばせたかと思えば。ビールがないぞ！今度は飲み物を要求する。私は、今持っていきます！と言いながら、イベント会場内を駆け回る。ユージは一人で悪戦苦闘する私をねぎらうどころか。
遅い、何やってんだよ。みんなすまないね、段取り悪くてさ。とみんなの前で詰めるのだ。段取りも何も、買い出しや火の準備、会場の手配や設営、料理の仕込み、飲み物の用意に至るまで、すべて私一人で行っているのだから、多少の遅れは容赦してほしい。ユージは会社に秘書がいるらしいのだが、雑用の少しはその秘書にお願いしてくれてもいいのにと思う。来客たちは毎年このイベントで一人汗だくで駆けずり回る私をどんな目で見ているのだろう。妻だと挨拶さえできない私は、ユージが雇った外注のスタッフくらいにしか思われていないのかもしれない。考えれば悲しくなってくる。それでも私は必死に来客をもてなしたつもりだった。しかしユージはそんな私の動きが気に入らないらしく、来客が帰った後にネチネチと私に文句を言う。あんなとろい動き、俺の会社の従業員だったらとっくにクビだぞ。常に周りに気を配ってグラスが空いたらすぐに注ぎに来い。客に不快な思いをさせるな。私が一人じゃ限界があると訴えたところで、ユージは聞く耳を持ってはくれない。あのくらい一人でできなくてどうするんだよ。だったらお前の存在価値って何？仕事もしないで家にいるんだから、少しくらい俺の役に立ってくれよ。結婚を機に完全に家庭に入った私へ、蔑んだ発言が増えていったユージ。仕事こそ熱心なユージだが、普段から俺様気質で完璧主義でプライドが高いところがある。最初こそ私もユージとユージの会社のためと彼の心ない言動に耐えてきた。ストレスで髪の毛が抜けたり爪が割れたり部屋で一人で泣いたこともあった。それでもユージを刺激しないように彼が全力で仕事に励めるようにと耐えてきたのだ。そして毎年私のストレスはこのバーベキューイベントでピークを迎える。年々大きくなるイベントの規模とユージからの要求に私は心も体も疲れ切っていた。そして今年も恒例のバーベキューイベントの時期がやってきた。いつもあまり家にいないユージが珍しく家のリビングにいた。そしてソファで腕組みをしながら何やらうなっている。どうやらイベントの企画を考えているらしい。今年は俺が起業してから10年の節目だし、記念になるイベントにしたいな。ユージがそんなことを言い出した。私はどうせなら高級旅館やテーマパークにでも行ってほしいと願っていた。そうすればあのハードな来客のもてなしを私がしなくても済むのだから。お金は全部私が出したっていい。それほどまでにこのイベントは苦痛なものだった。しばらく何かを考えていたユージだが、ピーンと何かを思いついたように笑った。うん、これはいい、そうしよう。と独り言を言いながら、嬉しそうに自室へ戻っていった。ユージは一体何を思いついたのだろうか。私の中で一抹の不安がよぎる。翌日の朝、ユージは私にホチキスで留めた数枚の用紙を渡してきた。それはまるでプレゼンの資料のようだった。表紙には、起業10周年記念イベント、仮と書かれている。一枚目をめくって私は驚愕した。そこには、参加人数150人、と記載されていた。150人？誤植だろうか。私は思わずユージに尋ねた。あのユージ、この150人っていうのは。その後のユージの一言で誤植の可能性を信じていた私の期待は裏切られた。今年は150人呼ぶ。従業員も友人もみんな家族連れで OK のバーベキューだ。最近新しくできた広めのキャンプ場があっただろ。予約すれば貸し切りもできるみたいなんだ。予約や手配は任せたからよろしくな。ユージはそう言って上機嫌で自分の会社へと出かけていった。
絶望的だった。10周年の記念イベントは高級旅館でもテーマパークでもなければ最大規模の150人バーベキューだった。このプレゼン資料にはいつまでに招待状を送るだの、出欠確認をするだの、詳細に書かれている。他にも必要と思われる食材や備品のことも記載がある。150人分なので、ものすごい量が提示されていた。事務仕事から事前の準備、当日のもてなしまで、私一人でやれというのは限界だ。あまりに理不尽な有事の企画書は、何度見ても憤りしか感じない。有事は私を何だと思っているのだろうか。結婚して一度も妻として周りに紹介されたことがないなんてよくある話なのか。私だって夫がお世話になっている会社の人に妻として挨拶をしたりお礼を伝えたいと思う。それすらも許されない私は本当に有事の妻なのだろうか。その日の夜、有事が帰宅した際に私は思い切って自分の気持ちを伝えた。ユージ、今回のバーベキューイベントなんだけど、記念のイベントって言ってたじゃない？だから今回は私からも皆さんに挨拶してお礼をしたいんだけど。ユージは考えるまでもなく、首を大きく横に振って。ああ、そういうのいらないから、挨拶とか間違ってもしないで。と言った。今まで通り、私から来客に話しかけてはいけない。妻だということも絶対に言ってはいけない。私はただお客様をもてなしているだけでいい。これが有事の希望だった。なぜ妻である私が妻と言ってはいけないのだろう。なぜ有事は頑なに私の存在をひた隠しにするのだろうか。疑問は残るが、私の話はまだ終わってはいない。あと、さすがにこの規模は私一人じゃ無理。あなたの秘書とか、来客の誰かに手伝ってもらうことはできない？私がそう言うと、ユージはわかりやすく不機嫌になった。お前それ本気で言ってる？だとしたら相当空気読めないぞ。私は空気が読めないとはどういうことかと首をかしげた。俺の会社のモットーは周りの人への感謝だって知ってるよな。このイベントは従業員や友人へのねぎらいと感謝の催しなんだぞ。俺についてきてくれた皆へのお礼なの、わかるか？俺の秘書や来客に仕事させるなんてできるわけないだろ。考えてものを言え。ユージは声を荒げてそう言った。周りの人への感謝とは、どの口が言っているのだろう。私は悲しくなって、たまらずユージに訴えた。じゃあ私はユージの周りの人間じゃないの？この10年、ユージが仕事を頑張れるように、私なりに頑張ってきたつもりだよ。私のことは少しもねぎらってくれないの？ほんの少しだけの感謝もしてくれないの？ユージは大きなため息をついていった。あのな、勘違いしてんじゃねえぞ。お前なんか少しもすごくないし、偉くもないからな。ちょっとばかし俺の手伝いしたくらいで調子に乗るなよ。嫁なんだから当たり前だろ。何感謝されたがってんだよ。ふざけてんのか？わかってる。すごいのは俺。みんなに慕われているのも俺なの。お前なんかがいなくても成立するんだよ。なんならお前みたいな使えない女、いない方がスムーズにことが運ぶっての。ユージの言葉に私は愕然とした。結婚して10年経った今になって、初めて夫の自分に対する気持ちを知った。そんな風に思われて、このイベントに尽くす意味はあるのだろうか。そう、わかった。じゃあ私は今年は何もしない。イベントには参加しません。それでいいでしょ？ユージは一瞬、眉間にシワを寄せて私を睨んだが、別に構わないと言った。ずいぶんすんなりと承諾してくれたものだと驚いた。しかしその後のユージの言葉は信じがたいものだった。その代わり離婚な。当然だよな。
手伝わないんだったら嫁の意味ないもんな。ちなみにお前が参加しないんなら、お前の親でも家族でも連れてきて手伝わせろよ。お前の家族は俺の家族でも何でもねえから、こき使ったって知ったこっちゃねえしな。ユージは離婚という言葉を使って私を制圧したつもりだろうけど、私は動じなかった。それよりも、ユージが私の家族を家族と思っていなかったことに激しい怒りを感じていた。当時はユージも起業したばかりだからと、結婚式は挙げなかった。一人前になったら行くと言っていた私の両親への挨拶も、10年経った今も遂行されていない。それでも私たちを信じて、静かに温かく見守ってくれていた私の家族を、ユージはそんな風に思っていたのか。挙句の果てにユージは、高笑いしながらこう言ってきた。お前の親なんてどうせ隠居して暇を持て余してんだろうからな。この瞬間、私は絶対にユージを許さないと心に決めた。何が周りの人への感謝だ。その言葉の意味をわかっているの？日本語がわからないなら、私が教えてやろうじゃないか。私は無言で自室に戻った。そしてユージに言われた通り、手伝いをお願いすべく父に電話をし、10年間のことのあらましをすべて伝えた。父は、わかったと言って、この10年間耐えた私にねぎらいの言葉をかけてくれた。じゃあ明日は早速離婚届をもらいに役所へ行ってくるね。私はそう父に告げて電話を切った。ユージの起業10周年の記念すべきバーベキューイベントは、きっと楽しいものになるに違いない。そして待ちに待ったバーベキューイベントの日がやってきた。私は早朝から予約した貸し切りのキャンプ場に、準備のため一足先に乗り込んだ。不参加を表明し、手伝いを放棄したはずの私だったが、結局ユージに手伝いをさせられている。ユージはあの日から、ほとんど家に帰ってこなかった。時々荷物を取りに来るが、会話らしい会話はせず、ただ私にイベントの雑用を指示するだけして、またどこかへ行ってしまうのだ。ユージは昔から忙しくしていて、あまり家にいない人だったから全く気にならない。それどころか、いなくてせいせいしている自分がいる。キャンプ場の青空を見ながら、10年間を振り返る。控えめに言っても、心から幸せだと思えることはなかった。辛かった。苦しかった。だけどそれも今日で終わりだと思えば、乗り切れそうだ。私より少し遅れて、父が愛車でキャンプ場にやってきた。今回は私の父と弟までもが全面的に協力してくれることになったのだ。晴れてよかったな。そう笑顔で言う父に申し訳ない気持ちになり、ごめんねお父さんと伝えた。姉さん、みんなも来たよ。大きめのワゴン車から弟と一緒に数名の若者が降りてくる。父から私の話を聞いた弟は、会社の仲間も助っ人として呼んでくれたのだからありがたい。皆さん、今日はお世話になります。私は協力してくれる皆に深々と頭を下げた。前日の買い出しは父が同行してくれた。当日の会場の設営は弟の仲間たちと力を合わせて行っている。弟は、俺よくソロキャンプするから火起こしは任せてと言って、手際よく火を起こしてくれる。料理が趣味の父も焼き物係を買って出てくれた。誰一人嫌な顔をせず、誰かに押し付けるでもなく、協力し合いながら準備を進める。私は初めてこのバーベキューイベントの準備が楽しいと思えたのだ。よう、ちゃんと仕事してるか？イベント開始の30分ほど前になって、ユージがやってきた。
そこには私の他に弟の会社の仲間たちがいたのだが、ちょうど設営の準備を終えて休憩していたところだった。父と弟は火の管理をしていたため、少し離れた場所にいた。ユージは手伝いに来てくれたみんなに挨拶をするわけでも、ねぎらうわけでもなく。休んで例で仕事見つけて動いたら、あとお前らも俺の客に話しかけたりすんなよ。などと失礼極まりないセリフを吐いた。憤った私がユージに反論しようとしたが、まあまあと仲間の一人が私をたしなめる。ユージが私の前に来て、お前もなんだかんだ俺と離婚したくないんだもんな。だから慌てて参加して手伝ったりしてるけど、手遅れだからな。俺はお前と離婚したいんだよ。お前が泣いてすがったって無理だから。相変わらず独りよがりな人だな、と私の心は冷静だった。そもそも私だって離婚するつもりでここに来ているのだから。うん、大丈夫よ。あなたの望み通り離婚します。今日はこれを書いて欲しくて来たのよ。必要でしょ？私は笑顔でそう言って、ユージに離婚届とペンを渡した。するとユージは少し引きつった顔を見せた。私が離婚に応じるとは思っていなかったのだろうか。まあ私がいなくなれば、自分の面倒や雑用を担う人間がいなくなるのが困ると言ったところだろう。愛情など最初からなかったのだから。私は早く離婚届に記入するようユージに促した。なんだ、用意いいじゃねえか。わかったよ、いくらでも書いてやるよ。ユージは私から勢いよくペンを取り上げると、その場で用紙に自分の名前や住所を書き込み、母印も押して私に乱暴に突っ返した。ありがとう。これは私が提出しておくね。今日は夫婦最後の日だからお互い楽しみましょう。私の言葉にユージは怪訝な顔をした。心配しなくても私からお客様に話しかけたりしないから安心してね。それを言うとユージは少し納得したようで、その場を離れていった。よっぽど私が妻だと知られたくない事情があるのだろう。大体の察しはつくが、それはまた後でのお楽しみだ。あれがユージ君か。ユージが去った後、少し離れた場所で火の管理をしていた父と弟がこちらに来た。離れた場所にいたとはいえ、父に全く挨拶をしようとしなかったユージ。あんな男と結婚してしまったことを本当に申し訳なく思った。相変わらず俺様な態度だね。弟はどうやらユージと面識があるらしい。そして私は弟から私の知らなかったユージの事実を聞かされた。もう離婚するのだから何を聞いても驚きはしない。おおよそ予想はしていたことだった。でもそれが事実で証拠があるのならば、私は行動に移すのみ。良いことを教えてくれた弟に心から感謝をした。イベント開始の午前11時、会場にパラパラと来客はあるものの、どう見ても150人という人数ではない。家族連れも見当たらなかった。父と弟は火を起こし、私と弟の仲間たちはいつでも出動できるよう、来客用の飲み物を持ってスタンバイしていた。そこに小走りに一人の女性がやってきた。若い、おそらく20代後半くらいだろうか。長い髪を束ねて、日よけのキャップをかぶっている。T シャツにジーンズというシンプルな入れ立ちだが、相当な美女であることが分かった。おそらくこの子がユージの秘書なのだろう。私、香取ユージの秘書をしているものなんですけど、今日のイベントの招待状、お客様に送付されたのはどなたでしょうか？美女は私たちの顔を交互に見ながら、おずおずと尋ねてきた。秘書だという割に話し方の歯切れが悪い。
おそらくユージに聞いてくるように言われたのだろう。ユージは私が送付したことを知っているくせに白々しい。私は送付したのは自分だと名乗った。失礼ですが、リストアップされたお客様全員に間違いなく送付されましたか？私は秘書に、間違いなくリストのお客様全員に送付したこと、ユージにも確認をもらっていること、一括で送付したため、その際の領収書もあることを伝えた。こういった質問をされることは想定済みだった。念のためにエビデンスも用意してある。秘書は顔を曇らせて。お客様の集まりが良くないみたいで、カトリが心配しているものですから、特に会社の大口出資者様とそのご子息である大手の取引先様がいらしていないことに相当焦燥しておりまして、失礼ですが、本当に皆さんに招待状を送りましたか？私は改めて間違いなく送付したと言い切った。秘書は、そうですか、わかりました、失礼しますと言って去っていった。そして秘書と入れ替わるようにすごい剣幕でユージがやってきた。おい雑用、本当に招待状送ってるのか？送ってるならなんで来客がこんなに少ないんだよ。もはや名前でもない雑用と呼ばれて誰が返事するものか。無視すんな、150人どころか50人もいないんだぞ。おい。私は大騒ぎするユージに向き合い、一枚の用紙を見せた。以前このイベントの招待状のためにユージが私によこしてきた来客名簿には、ユージの会社の従業員や友人の名前が記載されていた。それに加えて、先ほど秘書が言ったように取引のある会社の重役や大口の出資者の名前もリストアップされていた。小賢しいユージのことだ。次の仕事につなげるために取引先や出資者に自分が周りから慕われていることを誇示したかったのだろう。思惑はわかるが、いやらしさが透けて見えるこんなイベントに取引先や出資者が顔を出すはずがない。そう思いながらも、私はリストアップされたすべての人に平等に心を込めて招待状を送った。そしてすべての招待状の文末にこのように記しておいた。欠席の場合は下記メールアドレスまで欠席理由のみ送信願います。匿名でも結構です。今後のイベント運営のご参考にさせていただきます。結果として、匿名のメールは山ほど届いた。ユージに見せた紙に書かれていたのは、送られてきた欠席理由をまとめた一覧だ。多くは、家庭都合や先約のためといった当たり障りのない理由だったが、一部では匿名で本音を送ってくれる人たちもいた。毎回社長の自慢や武勇伝を聞かされるのはしんどいです。貸した金も返さないくせに派手なイベント開催してるのがムカつく。そもそもそんなに親しくないのにマウント取るためにだけ呼ばないでほしい。ユージって誰ですか？スタッフさんが一人で走り回ってるのかわいそう。ユージ少しは手伝え。一覧を見て、ユージは目を丸くした。そしてみるみるうちに顔を真っ赤にして、誰だ、こんなの送ってくるやつは、と怒り始めた。匿名なんだからわからないわよ。ちなみに私の偽造でもありません。信じるかどうかはあなたの勝手だけど。私がそう言うとユージは、こんな奴らはどうでもいい、と暴言を吐く。本当に自分勝手な人間だ。周りの人への感謝など聞いて呆れる。そして、大口出資者の加藤さんからの返事は来てないのか、と出資者のことばかり気にしている。それはそうだろう。この出資者がいないと、ユージの会社は成立しないのだから。今日はこの大口の出資者様に自分のいいところを見せる最大のチャンスなのだ。だからわからないって、そんなに大事なお客様なら自分で直接ご招待すればよかったじゃない？私は至極当然のことをユージに言った。
ユージは眉間にシワを寄せ、ぼそりとつぶやいた。知らないんだよ、個人的な連絡先は。聞けば会ったことはあるが、顔は覚えていないという。呆れた。そんな薄いつながりでよくこのイベントに招待しようと思ったわね。しかもそんな大事な方の顔もわからないの？もしこの会場にいたらどうするのよ。とんだ赤っ端じゃない。ユージは私をきっと睨んだ。図星をつかれてイラついたのだろう。私はもうユージの機嫌を伺う必要がないので、少しも怖くなかった。あとね、匿名でこんなのもあったわよ。美人秘書の彼女を自慢してくるのうざい。美人秘書の彼女。へえ、なるほどね。私が読み上げると、ユージは私から紙を奪い、近くにあったバーベキュー用の火の中に放り込んだ。髪は瞬く間に灰になった。お前あんまり調子に乗るなよ。もう俺たちは離婚するんだから関係ない話だろ。ガタガタ言うな。ユージは本気でそう思っているのだろうか。だとしたら相当勉強不足のようだから教えてあげなくちゃいけない。時間はちょうどお昼。予定よりも少ない数とはいえど、お客様はお客様だ。今日私はユージの妻としての最後の仕事をするためにここに来ている。だからいらしたお客様には丁寧におもてなしをしたい。父と弟が肉を焼き、私がそれを運ぶ。弟の会社の仲間たちはグラスが空いているお客様がいれば酒を注ぐ。人手が多い分、例年より充実したおもてなしができているようだ。ここにいる来客たちは、主にユージの誘いを断れない従業員だったり、何かしらでユージに借りがある友人が多いようだ。だが中には、純粋にユージをリスペクトしている人もいるのだ。ユージはそんな来客たちの真ん中で、相変わらずふんぞり返って笑っている。この10年いかに自分が頑張ってきたか、自分の詳細には驚くだの、人に慕われやすいだの、独りよがりの自画自賛のうぬぼれ発言は永遠と続く。これを聞かされている来客たちは、一体何を思っているのだろう。おそらく毎年同じような話を聞かされているに違いない。申し訳ないとすら思う。こんな有事のために集まってくださったお客様に、私は妻として最後の挨拶をさせてもらうことに決めた。皆さん、本日は香取有事の起業10周年記念イベントにお集まりいただき、誠にありがとうございます。私は来客の前に出て、深々と頭を下げた。来客たちは何が始まるのだろうとざわつき始め、ユージはぎょっとした顔でこちらを見ている。私はもうユージの言いつけを守る必要などない。私はこの10年、妻としてユージを支えてきたつもりでしたが、どうやら力及ばず、この度ユージの妻を失格となってしまいました。来客たちのざわつきが一層大きくなった。え？あの毎年このイベントで駆け回っていたあの女性が奥様だったの？めちゃめちゃ顎で使ってたじゃない、信じられない。うわぁ、ユージさん最低、奥さんのこと全然大事にしてないじゃん。ユージが周りに私が妻だと言いたがらなかった大きな理由はこれだろう。周りの人への感謝をモットーにしておきながら私をこき使っているのだから。ユージは私に話をやめさせようと動いたが、弟の会社の仲間たちに抑えられた。私はもう妻ではなくなりますが、今後も香取ユージをよろしくお願いいたします。そう言って、もう一度深く頭を下げた。てめえ！今にもつかみかかってきそうなユージの様子に、来客たちが苦言を呈す。ユージさん、家庭を大事にしてるって言ってたじゃないですか。嘘だったんですね。残念です。あんなに頑張ってくれた奥さんを捨てるの？正気？これからどうするの？秘書の方とご結婚されるんですよね。そう言ったのは弟だった。
前にお酒の席でご一緒した時にそう言っていませんでしたっけ。誰だお前、知らねえよ、嘘言ってんじゃねえぞ。明らかにユージの様子がおかしい。激しく動揺している。弟は笑顔で話を続けた。僕はあなたの妻、明美の弟です。おかしいと思ってたんですよね。あなたは姉と結婚しているはずなのに、秘書の方と親密なご関係だとおっしゃられていたので。ああ、証拠の写真もありますよ。皆さんに見ていただきますか。弟はそう言って、数枚の写真を胸ポケットから取り出した。それは先ほどの秘書の女性とユージが抱き合ったり、頬を寄せ合ったりした写真だった。そうですね。これは3年ほど前ですかね。こっちは昨年のものです。何度かお会いしているはずなんですけどね。覚えていただけてないのは実に残念です。この時にあなたはこの女性と結婚したいと言っておられて、まだご関係は続いていらっしゃったんですね。この事実はイベントが始まる前に弟から聞かされていた。弟はユージの不貞行為を知っていたが、私のことを思って内緒にしていてくれたのだ。弟の顔は笑っているが、内心は怒りが沸騰しているようだった。来客たちのユージを見る目がさらに険しいものになった。もう汚れ物を見るかのようにユージを見ている。貴様、こんなことしてどうなると思ってんだよ。お前みたいな小さい会社なんてすぐぶっ潰してやるからな。弟は冷静に、どうやって潰すんですか?とユージに尋ねた。お前さ、何も知らないみたいだから教えてやるよ。俺にはでっかい出資者がいるんだよ。俺の理念に賛同してくれてる出資者様がな。そこのご子息も俺の会社と取引することになってるんだ。動いてる金のスケールが違うんだよ、お前とはな。だからお前の会社なんて金使ってぶっ潰せるんだよ。個人の連絡先も知らなければ、顔も覚えていない薄いつながりの出資者を盾に、ユージはドヤ顔で息巻いた。そんな二人のそばに、父もやってきて、ユージ君、いい加減にしなさい、と言った。なんだよ、じいさん、関係ないだろ、すっこんでろよ。弟は父に乱暴な言葉を使わないよう苦言を呈した。ユージは私の顔を睨んだ。あけみ、お前も最低だが、弟も最低だな。あげく父親まで首突っ込んできて、お前の家族どうなってんの?ほんと最低だ。ユージは最後の最後までプライドが高い。こんな状況になっても自分が悪いとは思わないものなのか。ユージ、本当に残念だわ。父があなたの周りの人への感謝という考えに賛同していたのは本当よ。でもその考えは、この10年で大きく形を変えてしまったわね。あなたは周りの人を感謝する対象ではなく、利用する対象にしてしまったのだから。ユージは私の言っていることが理解できないと言わんばかりに目を丸くした。それでも、私が結婚した相手だからと、10年も結婚の挨拶にも来ない薄情なあなたのためなんかに、ずっと出資をしてくれていたのよ。成功を願って。ユージは一瞬で酔いから覚めたかのように、さらに目を大きく見開いた。あなた私に興味なかったから、私の旧姓も忘れてしまったのね。私の旧姓は加藤。加藤明美よ。加藤?じゃあ、ご子息って。弟が挙手して、はい、それは僕のことです、と言った。ユージの顔が青ざめる。招待状、僕にも父にもちゃんと届いてるよ。お気づきの通り、取引の件はなしです。当然でしょ。こんなにも家族をコケにされたんだから。そもそも顔を覚えてないって普通にダメでしょ。やる気あんの?私とあなたは離婚するのだから、当然父からの出資は途絶えるからね。ご愁傷様です。離婚は夫婦の問題だからしょうがない時もあると思っている。だが君はあまりにも明美を粗末に扱いすぎた。周りの人、
一番近いところにいる家族への感謝がなくなった君には、出資する意味はないようだね。ユージは膝から崩れ落ちた。反論するまでもなく、人生が積んだことに気づいたのだろう。だが、私の報復はまだ終わらない。絶望しているところ悪いんだけど、不貞行為の慰謝料の請求をさせてもらうからね。ユージは知らなかったみたいだから教えてあげる。今回ユージは有責配偶者に当たるんだって。不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、100万円から300万円らしいよ。相手の秘書さんにもちゃんと請求するからね。詳しくは弁護士さんから連絡が行くから待っててね。あと、今まで私が払ったイベントの費用も請求させてもらうからよろしくね。私の話を聞き、不貞行為の相手である美人秘書は、こそこそとその場から去ろうとしていた。しかし、他の来客の女性たちに囲まれ、逃げ場を失ったようだ。ユージはその場で地面に頭をつけるようにうなだれた。来客たちは、そんな彼を取り囲むかのように集まり、すべてを失ったユージを憐れんだ。パチパチとバーベキューを焼く炎の音が会場に響いていた。あの運命のバーベキューイベントの日から1ヶ月が経った。ユージの悪い噂は瞬く間に広がり、方々から取引を停止されたらしい。やむなくユージの会社は10年の歴史に幕を閉じたようだ。ただ、ユージの会社に勤めていた従業員の皆さんを路頭に迷わせるわけにはいかないと、弟の会社で働いてもらうことになった。皆さんも最初はユージの周りの人への感謝をモットーとしていたところに惹かれて頑張っていたけれど、どんどん変わってしまうユージについていけなくなっていたそうだ。ユージは結構際どい仕事の仕方をしていたらしく、友人にお金を借りたり、かなり迷惑をかけていたことが分かった。その友人の皆さんには私から返済し、立て替えた分は慰謝料に上乗せして友人から返してもらう予定だ。そんな友人は不貞行為の相手の美人秘書にも振られ、働き先もなく、その日暮らしのバイトで食いつないでいるのだとか。時々ユージからスマホに着信があるが、私は出たことがない。ポストに手紙も入っていたが、読まずに捨てている。何を今さら話すことがあるのだろうか。もうあの頃の瞳の輝きを失ったユージには、少しの未練も情もなかった。私はというと、ユージの元会社の従業員たちと同じく、弟の会社でお世話になっている。本当に周りの人を大切にして感謝できる素晴らしい環境で毎日楽しく仕事をさせていただいている。ユージと一緒に住んでいた家はもともと父から贈られた家だったのでそのまま私が一人で住んでいる。今は弟や弟の家族、両親、会社の仲間が遊びに来てくれるのが楽しみだ。私は辛かったあの10年を取り戻す勢いで今を幸せに過ごしている。これからも周りの人への感謝を忘れず、明るく前向きに生きていくんだ。